で、暖かな日差しで、と夢から目が覚めた。で、沖縄で見たときとは違う環境でいっぱい成長できるし、自分の視野も世界も広げられて、自分の夢に向かって本気で頑張っていくことができます。去年は教職を取って集団からも自分で選んだ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 頑張ってることが一番の親孝行だから頑張ってねって言われてちょっと緩い気持ちになりました。ちょっとおっちょこちょいなところを直してねなので沖縄に出勤するのもいいことだと思うけど、県外に出るからこそ沖縄に行った時の友達とか家族とか先生とかに対してありがとうも持てるし、沖縄っていう場をこっち来て自分を広げることが絶対できると思うから、とりあえずは県外に飛び込んでいって、なんかいろんな刺激を受けることができるから、県外に進学してみたらいいと思います。頑張ってください。頑張ってね。国際武道大学体育学部国際スポーツ文化学科4年大城鈴鹿です。沖縄県立戸田高校出身です。県外の友人とたくさん巡り合えたことでいろんな人の話を聞くことで自分の視野が広がっています、はい、自分自身 の、 その身の回りの生活だとか態度とかっていうのが、将来の夢は学園体育の中学校の県内です。自分の、興味を持った、分野、勉強、何事にもどんどん行動することだと思います。はい、父さん、母さん、じいちゃん、おばあちゃん、まあ、弟、妹、今の私があることも全て家族のおかげだと思っているので、全てのことに感謝してありがとうございます。7月に千葉県の教育採用試験を受験しました。1次試験が合格して8月の下旬に2次試験を受けました。今は合格発表待ちです。絶対に合格すると言っていただきます。バイバイ。戸田高校出身の中志和さんです。日本工学院八王子専門学校のIT スペシャリスト科に通っています。学科はシステム専攻に通っています。この学校を選んだ理由は、昔からパソコンとかに興味があったので、それに関する学科はないかとずっと探してました。そこで見つけたのが日本工学院のシステム専攻学科だったので、さらにシステム専攻では4年間という長い期間を経て勉強ができるので、この学科を選びました。この学校に進学してよかったことは、地方、周りから来る人が結構多いので、その人たちと会うことで、こう切磋琢磨して、授業でも頑張れるということです。県外で困ったことは、交通が分からないので、結構不便になります。さっきと話が違う。自転車のつもり。あ、バイクは一流のプログラマー、SE を目指しています。沖縄にいるみんなも多分不安だと思うけど、やっぱり自分の目標を持って頑張れば、不安とかも思わないと思うんで、自分で考えて行動すればいいと思います。はい、お父さんお母さん学費とか高いと思うけど、自分のために学費とかも出してくれて本当にありがとうございます。日本工学院専門学校
とそれがかあらゆるです。地震とは地震とか、はい、今は少しやったら少しでカメラに入ってしまいました。受けないよりも次がいいのと、はい、レジに一番入ってきた。今日は口で私も送って何をしますって楽しみに、やっぱりお母さんのご飯が食べたいです。カメラに向かってお母さんのご飯が食べたいです。カメラマンに行って研究中継を始めます。それで今誰かが住んだとか絶対なくてやりたいことを思ってで好きなことを見つけてそのまま進んでいきます。コーチの杉内哲也選手です。将来、杉内さんに会うと思います。はい、バイバイ。駿河台大学2年法律、法学部法律学科の小川大輔です。進歩は名護高校です。視野が広がるというのが一番良かったと思うんですけど、県内に泊まっていては、ないことが結構多いと思うんで、県外にいて、そういうと勉強になると思うんで、人間関係の、大切さだったり、視野が広がったり、あとは、いろんな視点から見えるようになったり、そういうことが一番大事なので、前は海上保安庁だったり、社長さんに行こうとしたんですけど、大学に出てみて、やっぱり海が好きだから、関係ないと仕事に就こうかなっていう、今の考えは、まあ、大学に行かせてもらって本当にありがとうございます。感謝してます、まあ、これからも遊ぶ時は遊んで勉強する時はして卒業までにはちゃんと自分の夢を見つけて、しっかり頑張りますので、これからもよろしくお願いします。いろいろ今から、大学だったり専門だったり就職だったりすると思うんですけど、県内に残っているのもいいですけど、やっぱ人生一回しかないんで、こっちに来て頑張ってみてもいいんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。駿河台大学文化情報学部文化情報学科4年生の照屋修長です。宮古高校出身です。そうですね、視野が広がるというと周りの人の大切さとか自分がしっかりしないといけない意識を保っているようになると、親元から離れていると、そうなるのは当たり前になると、そういった意味で成長したと思います。そうですね、海ですね海、自然、空、本当に綺麗に里帰りする時も、すごい落ち着くし、安心するし、で一番いいのはやっぱり家族と会えることが一番すごい幸せだと思います。将来の、夢を教えてください。はい、自分は誰かのヒーローになりたいと思ってます。そのためにテレビ局について友人のブヤみたいなヒーローを生み出そうと思ってるんですが、全部落ちましたので就職でもすごく自分なりに考えてるんで頑張ろうと思います。はい、あれですね、やっぱり自分を育ててくれて産んでくれた両親もそうなんですけど、やっぱその両親がいるのはやっぱ先祖で、おじいちゃんおばあちゃんが大変な時代を生き抜いて、そうやって見てて先祖たち、そして周りの人たち、いろんな関係を持っている人たちに本当に感謝してです、夢に向かって夢が決まってない人も本当に人それぞれだと思いますけど、自分がこういう人間でありたいという気持ちを何か一つ持てばスッと座ると思います。そういうのを持って県外ですけど、また違った見方ができるし、すごく成長できるのが多いと思う。大変かもしれないですけど、頑張ってください。はい、ありがとうございます。どうぞ。駿河台大学経済学経済学科の島下浩司です。通信校の紹介になります。はい、駿河台大学経済学部経済経営学科の竹永貴樹です。出身は名護高校です。
東京大学科学部学長の石野真理子です。出身は開放高校です。やっぱり親のありがたみが分かったというか、やっぱりあの結構優秀な友人に囲まれて毎日楽しいです。現在は一応弁護士になりたいとは思ってるんですけど、まだ確定したわけではないので、これからちょっとじっくり考えてみたいと思っています。私自身1年浪人して、あの第一志望の大学に受かったんですけど、やっぱり1年勉強するのはかなり辛かったことではあったんですが、やっぱり結構本当に充実した毎日を送れているので、自分の本当に第一志望の行きたい学校に行けるように本当に頑張ってください。東京から応援してます。はい、手を持って君たち音楽院音響デザイン科2年の島袋優子です。今は照明とか PA とか裏方のことを学んでます。やっぱり自分で全部なんとかしなきゃいけないっていうのがあって、まあ、自主性というか責任感とかが結構成長したなと思います。将来の夢は、まあ、かっこいい照明さんになりたいですね。は両親です。こうやって自分の夢に本当に背中を押してもらって本当ありがとうございます。感謝してます。はい、頑張ります。はい、バイバイ。バイバイ、ありがとうございます。文学科の遠山聡子です。関東学院大学は設備がとても整っており、 1,2 年生は少人数で授業を行うんですが、1人の先生がみんなに目が届くので、わからないこともすぐ聞けるし、すぐ教えてくれるのでとても勉強になります。沖縄県にとどまらず外に一歩出るだけでこんなに価値観やいろんなものの見方が変わるんだなっていうのを感じました。将来の夢はまだこれといって決まったものはないんですが、留学したいなっていう気持ちがとても強いです。私の両親です。今の私がこうやって県外の学校に通えることも、両親が一生懸命働いて私は今まで育ててくれたので、感謝しています。はい、お願いします。男子高校出身の近畿大学院大学人間科学学科に心理学科男子留学生で、心理学を幅広く学びまし、人間資格が取れて、この学校を出ます。積極的に自分の意見を言ったり、行動もできるようになったし、初日授業が終わりました。電車が乗り間違いがよく思ってて、そこら辺が大変だったし、沖縄と大阪の乗り間違いで電車は戸惑いました。地域のスポーツ関連の仕事に就きたいです。お父さんお母さんと友達です。県外に行くっていうことを背中を押してくれて、大学のお金とかも出してみて、そこら辺がすごく感謝してます。ありがとう。県外に出ていろいろな人と出会ったりして勉強する方がいいと思います。沖縄に経験できないことが県外ではいろいろたくさんできるので、ぜひ行ってほしいです。